はい、皆さんこんにちは、会長気象士です。今回はですね、前回に引き続きてっぺんバトル、野良てっぺんバトルのリプレイ解説していきたいと思います。まずは2回戦の第2試合からですね、1本取られて選択で、太鼓を選びました。で、相手の編成がピエール・グス、それでこちらがボイドール・タドミルチアーノという、ルミナスっぽい編成なんですけど、太鼓だから相手、貯めやすいので HS 貯める編成してくるかなということで、ボイドールに、ベガを積んでおります。味方の方がルチアーノ使いなんで、ルチアーノの HS 貯めてもらって、それ主体で戦おうっていう感じで、太鼓を選んでおりますね。序盤はボイドール貯めても意味ないので、なるべく貯めさせないというのと、あとグサフの持続回復を切らせられたらいいなっていうことでちょっと遊びに行っております。で、ここはタドミがスタンから出てしまってソロにはめられてるんですけど、僕は捨てようかなって思ったんですけど、ルチアーノ、イカナルチアーノが赤ユニドを入れているので、うまく回復してくれたんで、それにつなげて僕もインドールを切って、タドミがうまく生き残れると。で、ここは金ヤンかけてマルチアーノに落としてもらう。で、あとはベガがあるので、グスタフ飛ばせるかなって思って前に出たんですけど、捨てて下がっていったんで、僕も回復欲しくてポータル触りました。で、ここソル来て、近距離行きたいなって思って、で、ここをうまく、2人、動かせることができて、ここを噛み合わなくて脇には外してしまったんですけど、号令受けて、号令は、ダメ化で合わせて、シューカノは、僕食らって見えたんで、全然 OK です。一番嫌なのが、アタガンがシューカノ食らって倒されることなんで、初めて見るカードを、僕が受けることができたのは、結構、この先にも繋がってアドなのかなっていう。で、ここはソルに禁煙かけて倒せるかなって思ったんですけど、ちょっと厳しそうだったんで、残念と。ソルに、ベガも当てて、ただ海延命させるのもありだったんですけど、ピエールまだ一回も捨てなかったので、ピエール先そうかなって。で、ここは魔術かけられて、グスの集荷のと、あと、ちょっと見えづらかったんですけど、それも可能に打ってくれて、2枚可能に吐かせることができて、そのまま、グサフには禁煙かけて、で、それも多分、グランドバイパーで飛ばそうと思った、倒そうと思ったのかな。けど、なんとか、2人持っていけたんで、このシーケンスで2人飛ばしたことによって、ほぼ勝ち確という。あとは味方に C に行ってもらって、僕がちょっと前牽制して、確実に勝利という。はい。この試合は僕ボイドール、かなりうまく立ち回れて、ちょっとめちゃめちゃあれでしたね、喜んでました。ということで1本取り返せたので、次、第3試合の方に行きたいと思います。どうぞ。はい、やってまいりました。2回戦の第3試合になりますね。相手の選択ステージでキルパーズ選択されまして、僕らはボイドール・タダミ・グサフで、相手がトマス・アダム・ブチ・アーノという、連度が低い、連携が取りづらくて、ガンナーがかもられやすいかなっていうのがちょっと懸念されていて、僕らはじゃあガンナーをなしにしようということで、グスオミの、同盟コンビでご利用してもらおうという感じで、で、僕が支援スプリンターしてます。序盤トマス、ダメかっても剥がせるんで、こんな感じで10秒待って剥がしに行きます。出し早いんで、この間に両方取って、多分広がってないんですし、2点取れちゃったんで先に、
まあ、どっかで相手が内側に置いてきて、まあ、またなんかわちゃわちゃするのかなっていう感じなんですけど、まあ、ここ一応スイッチはできたんですけど、一応取り返せて、まあ、この後なんですけど、まあ、ルチャーナ研究なんで、まあ、なかなか厳しいところがありますね。踏もうと思ったけどちょっとビビってしまいました。ただここで体力が半分になることによって、まあ、結構劣勢である C3 点側に裏取り行くことができたのでって思ったんですけど、まあさすがピカさんですね。ちゃんと見てて、まあ、こっちにも来ると。でここバーゲンエフェクト出てないんですけど、まあ、合わせられました。まあ、ゴイドルミリになって、まあ、死に際は金や、まあ、うまく見切られましたね。本当にうまい。で空かけ切って、まあ、どっち行こうかなって迷って、まあ迷った結果、まあ、トマス踏んどこうという味方を信じた立ち回りをしています。まあ、3点が行っても、まあ、広がってないんで、まあ、人数有利で3点取りとかして取ることもできるんですけど、まあ、映画ちょっと広がってないんで心配なんでこっち来ましたね。でここグスタフが注意当ててくれて、まあ、そのままつながってキルにできて、で棚上がフルークでアダム飛ばしてくれたんで、そのまま3点全部取れて、で3点取れたんで、まあいいかなということで、僕が A 広げて、まあ、広げ切って C 側いつでも行けるようにっていう感じにしています。でここグスタフが落ちそうだったんでユニドールかけました。ちょっと味方のゲージが見えないんで、まあ、わかんないと思うんですけど、確かマジスクかけられてるチャーナに、でサンドバッグになってたんで、ユニドール。味方のグスタフアンジュ1枚なんで、まあ、僕が体力管理しっかりするのが大事だと思ってやってます。でまあ、トマス踏んでたんですけど、まあ、時間が時間なんで3点がいって、まあ、2回戦第3試合勝利ということで、で予選ブロック D ブロックの決勝に進出することができました。ということで次3回戦、予選決勝いきたいと思います。はい、Dブロック決勝戦第1試合ですね。デラクランクストリートから始まります。こちらの編成は、タドウミグスタフ、キララ、相手の編成がミク、トマス、ポロロッチョで、僕らのコンセプトとしましては、ミクグスオミの、ミクをキララにしたバージョンで、デッキを、まあ、効果は同じなんですけど、攻撃寄りにすることによって、グスタフの周囲スタンをキララも一緒に拾えるっていう感じで、ちょっと攻撃寄りにしてます。まあ、その代わり、グスタフの耐久がちょっと厳しくなるんですけど、まあ、ミクグスオミ言うて、基本的にミクが裏見て分断されてしまうことが多いので、そんなに変わらないかなっていう感じでやっております。で、ここ、敵陣取れたんですけど、タダミが落ちてしまって、僕が前行きます。で、周囲もらったんで拾うんですけど、で裏見てなくて、取られてしまいました。これは僕が悪いです。キルスプすると、まあ、周りが見えづらくなるっていうのは悪い癖で、反省しております。まあ、まあ、ここは対面、まあ、グスタフと、まあ、キララは一人じゃキル発生できないので、で、しかも、ちょっと縮まってるから、まあ、下手に近づきに、片方に近づくのもあれだし、ってな感じで、まあ、やってたら、キルされてしまうと。まあ、ただ目が怠慢で、キル発生したら3点乗りを望ましいんですけど、まあ、相手も上手くて、タドウミ相手にミクが行くことによって、まあ、対面有利を作られてしまって、まあ、かなりこちらがきつくなっておりますね。まあ、相手の編成なんですけど、
相手3人がもうそのキャラ一筋っていう感じでキャラプールほぼほぼ1体なんですよ。トマス、ポロロッチョ、あとミク、本当に、まあ、いつも多分そのキャラしか使ってないような方々なんですけど、まあ、うまくそれを活かした編成を組んでてすごいなっていう、まあ、ノラてっぺんならではの編成で結構感心して参考になりました。ミクがドアで飛ぶんですけど、まあ、スプリンターだから、まあ、剥がすのも難しい。プラス、トマストランクがあることによって、まあ、タンク並みの耐久がありまして、まあ、で、ポロロッチも飛ぶんで、まあ、剥がすのはほぼ不可能というわけで、で、その点を靴目にちょっとトマスがいるんで、まあ、弱いかなっていうところはあるんですけど、まあ、僕らにミスってしまったので、まあ、うまくやられてしまうというわけで、まあ、タンポロ相手だと、まあ、ボコボコにするかボコボコにされるかの二択なんで、まあ、こうなってしまうのは仕方ないと思ってしまいましたが、次の試合いきます。はい、どうぞ。はい、D ブロック決勝戦第2試合ですね。まあ、結果から言うと、まあ、ここに負けます。はい。で、まあ、選択したステージがツッペル工事現場。で、なんで選んだかっていうと、まあ、僕ら一応、キャラプール、一応僕、何でもできて広いんで、で、相手が3人、そのキャラしか使えないっていう人がいて、まあ、クリができないのかなっていう感じで、まあ、ヒーロースキル強い、キャラが強いツッペルを選んでおります。僕がセイバー折れた。で、味方がルチアの、国力ですね。で、まあ、ここ、普通に溜めます。で、ポロルチャーミスター警戒して、国力がダメか張って取ると。で、僕、なんか予想的にミクが来ると思ったんですけど、トマスが来ましたね。トマス、てかタンクのシードは結構足遅いと、もう落ちてしまう可能性があるんで、来ないかなって思ったんですけど、うまく飛んでましたね。で、僕回復ないんで、イスタカのあれでかなり食らってます。痛いです。で、ここ噛み合ってバーゲンにシビル打ってしまいました。回復ないです。で、シューカナ打ったんですけど、ポロッチのアミスターがうまくて、まあ、耐えられると。されなかったら、まあ、取れてたんですけど、で、ここは、まあ、回復ないんで、僕一応、一回死のうかなっていう感じで、ちょっとでも、ダメージ与えようって感じで、ポロロッチに命中しました。で、セイバーを採用理由としましては、まあ、普通に、溜めて、1A で、ピュンって飛ぶと、普通に、階段下とかまで飛べたりするんで、復帰能力の速さ、理由ですね。で、回復ないのも、ツペル、床落ちるんで、まあ、その時に、まあ、一回死ぬなりなんなりして、回復すればいいかなっていう。で、ここは、リチャードがちょっと、HS 溜まらないかなって思ったんで、まあ、みんなで溜める感じにしようって。イスタカに殴られてしまったんで、僕は回復しに死流しました。ただ痛いですね、本当にイスタカ。で、みんなで攻めるとルチアナが溜まったんで、で、ここ落ちようかなったんですけど、微妙でしたね、体力でも、まあ味方が陰影くれたんで、で、ここまあ僕のミスポイントなんですけど、イスタカにセイバーオルタの HS 合わせられると思ってミスりました。はい。で、それを見かねてトマスが HS 打つと、で、ルチアナが応戦で、トマス落として、まあここで2点取りすれば勝ち確だったんですけど、なんか焦ってて2点取りしないと、まあ良くないですね。普段できてることができないのは本当に良くない。多分ここで2点取りすれば普通に勝ってたんで、
まあ、多分誰でもできることができなかったのはかなり痛い失敗だったかなってことで僕は反省します。まあ、スプリンターだとよく周り見てるんで僕できてるんですけど、まあ、慣れないアタッカーをしてしまったゆえの失敗と、まあ、反省ですね。でこんな感じで僕らのてっぺんバトル、まあ、予選で敗退してしまったんですけど、とても楽しかったので僕的にはいい経験になりました。はい、ありがとうございました。